フィールズ賞は、4年に一度、数学で傑出した業績を挙げた40歳以下の数学者に与えられる、数学界のノーベル賞です。今回は、韓国のネット掲示板に、2018年、数学界のノーベル賞、フィールズ賞の受賞者というスレッドが立っていたのでご紹介します。フィールズ賞。誰もが知る最高権威の賞。キョーチェル、ビルカー、クルド人。アレシーオ、フィグアリ、イタリア人。ピーター、スコルゼ、ドイツ人。アクチェー、ベンカテッシュ、インド系オーストラリア人。ネバンリンナ賞。修理情報科学の分野で大きく貢献した数学者に与えられる賞。コンスタントイノス、ダスケーラキス、ギリシャ。ガウス賞。工学、ビジネス、実生活など応用数学分野で大きく貢献した数学者に与えられる賞。デイビッド・エルドノホ、米国。チャーン賞。幾何学分野で大きな業績を残した数学者に与えられる賞。マサキ・カシワラ、日本。ディラバティ賞。数学を広く伝え、大衆の関心を引き出した数学者に与えられる賞。アリ・ネシン、トルコ。
ここまでご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。